山本雄三、山本雄三、山本雄三、1887年、明治20年7月27日から1974年、昭和49年1月11日は、大正から昭和にかけて活躍した、日本の小説家、劇作家、政治家。本名は山本雄三、日本芸術院会員、文化勲章受賞者。社会劇。 歴史劇を次々に発表し、大正末期より小説に転じる。政治家としては、太平洋戦争後に、貴族院直選議員に直任され、貴族院が廃止されるまで、これを務めた後、第一回参議院選挙に、全国区から出馬して当選し、参議院議員を一期務めた。ご副賞の子として、栃木県下津賀郡栃木町、現在の栃木市に生まれる。 後取り息子として、裕福に育ち、高等小学校卒業後、父親の命で、一旦、東京浅草の五福祥に奉公に出されるが、一度は逃げ出して故郷に戻る。上級学校への進学を希望したが許されず、結局、家業を手伝うことになる。この頃、佐々木信綱が主催する短歌の結社、なぎ会に入会し、新肌和歌を学んだ。また、 中学世界や一万情報文章世界に投稿して入選している。その後、1905年に母の説得で再度上京。生息英語学校、東京中学に通い、1908年、明治41年東京府立市中を卒業。1909年、明治42年9月1校を入学。同級だった、この絵踏みまろとは、 生涯の信仰を温めた。一年の留年を経て一校を中退し、東京帝国大学文科大学読文学科専科に入る。在学中から新市長総監に参加し、終了後、早稲田大学ドイツ語講師として働きながら、1920年には、儀曲、生命の冠で文壇デビュー。真実を求めて、たくましく生きる人々の姿を描いた。 一高時代落第後に同級となった菊池博士や芥川龍之介らとは文芸家協会を結成し内務省の検閲を批判する一方著作権の確立に尽力した。1932年昭和7年には新設された明治大学文芸家の課長に就任。しかし1934年昭和9年に共産党との関係を疑われて一時逮捕されたり、 呂坊の石が連載中止に追い込まれたりし、日増しに軍部の圧迫を受けるようになった。1941年、昭和16年には帝国芸術院会員に選ばれている。1936年、工術する三鷹市、当時は東京府下の洋館に移り住んだ。自作の小説、戯曲を執筆するだけでなく、子供向けの日本小国民文庫、 全十六巻の編集も担った。編集主任には、以前から進行があり、当時は失業中だった、吉野玄三郎を、編集主任を登用した。そのうちの一冊で、現在も読み継がれる、君たちはどう生きるかの1937年初版は、吉野と山本の共著となっている。また、太平洋戦争下の1942年夏には、子供が自由に蔵書を読めるようにと、 自宅を三鷹小国民文庫として開放した。戦後は貴族院直選議員に直任され、国語国事問題に取り組んで、振り画の廃止論を展開したことでも知られる。憲法の交互化運動にも熱心に取り組んだ。1947年、昭和22年の第1回参議院議員通常選挙では、全国区から出馬して9位で当選。 参議院議員を一期六年間務めて、緑風会の中心人物となり、政治家としても名を残したが、積極的な創作活動は終生変わらなかった。1965年には文化勲章を受賞している。1974年1月5日に、国立熱海病院、静岡県熱海市に入院し、1月17日に、高血圧症から肺炎による、 旧精心不全を併発して死去。戒名は山本雄三大古事。山本が愛した三鷹市の西洋式の屋敷と庭園は、戦後、GHQ によって接収されて、米軍高級商工宅として使われることになったため、山本は後ろ髪を惹かれる思いで天教を余儀なくされた。占領が終わった後も、民間の研究所や文庫として使われたため、 山本はついにこの屋敷に戻り住むことを得なかった。この旧邸宅は1996年、平成8年に改装されて、三鷹市、山本雄三記念館として開けし、一般公開されている。これとは別に、京里の栃木市には、山本雄三ふるさと記念館がある。明日の1月11日は、1月11日の数字の並びと雄三の三の字にちなみ、 一一一期と呼ばれている。栃木市立栃木中央小学校には、子供たちの大先輩として、各教室に、路傍の石の中の言葉、たった一人しかない自分を、が飾ってある。父、山本元吉は、宇都宮藩士、足軽の小頭だったが、明治維新後、裁判所初期などをした後、呉服屋で修行を積み独立するも失敗。商人となって、苦労の末、 祖宝家や不祥、産業地、家外などの固定客を相手に、外相を主にした五副業を栃木町で営んだ。1907年に脳一血で死去。姉がいたが溶接したため一人っ子。1917年に母の勧めで最初の妻と結婚する森婚。1919年3月に、 本田ダ・マスジローと、イ岡カ・フの娘、イ岡花、1897から1930と、再婚し、ユ一、1921から1930、ト子、1925から2007、玲子、1927、マリコ、1928から2010の4子を設ける。妻の花は、両親が未入籍だったため、施政時で、5歳の時に、 結核で母を亡くした後、母方の祖母や親族の間を転々とし、後見女学校を卒業。二十一歳の時に、同校学館の後見桃子の紹介で十歳年上の雄三と結婚した。漱石門下の久米正夫と仲が悪く、久米が漱石長女筆後の愛をめぐって、松岡譲と争った、いわゆる派遣事件の際には、久米を落とし入れようと企んで、 久米を女狂い、性的不能者、性病患者などと誹謗中傷する怪文書を、筆子の学友の名を語って、夏目家に送りつけた一面があった。怪文書の筆跡は明らかに女性のものだったが、雄造が寄贈した文章を夫人に聖書させたと、久米も松岡も、筆子も考えていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。